がとう3周年うわおめでたいねいつも俺たちのことを支えてくれているプロデューサーのおかげだなああ感謝してもしきれないくらいなんだけど今日は俺として特別なものを用意してきたんだぜそうそう君のために新情報を盛りだくさんで紹介しちゃうね早速いくよお、大神と音狩りか。あの二人は仲がいいな。おーい、神さん、おっちゃん、こっち向いて。すごいすごい、こんな写真が撮れちゃうんだね。これも新しい機能？みたいだな。なんかいろいろパワーアップしてるらしいぞ。お、ハートがついたな。お気に入りがいっぱいあるんだね。あれ、シノノンだ。プロデューサーとしてレッスン以外でも俺たちの生活を管理してくれるのかやることが増えちまったな俺が言うのもなんだけど仕事のしすぎなんじゃないかん？智也がやってきたようだな何喋ってるんだろうずるい俺も混ざりたいふん他にもいろんなことができるんだねワクワクするうわあ、美味しそうなケーキ。あ、誠の誕生日ケーキじゃん。プロデューサーが一生懸命作っていたな。あの時はお祝いしてくれてありがとう。みんなが来てくれてすごく嬉しかったよ。そういえば今日誕生日の先輩がいたような。おめでとう。俺の誕生日が待ち遠しいな。愛と平和を永遠に。この声は。なになに？まだ何かあるの？それが、いい日より。あんたみたいな負け犬にはならない。どうしてくれよ！世界を神よに戻そう。うわぁ！俺たちの SS までの道のりが振り返れるんだね。いろんなことがあったよな。うんうん、みんな頑張ったよね。ああ、あの時の気持ちがより伝わるようになるだろう。なんだかよくわからないけど、できることがいっぱい増えたってことだよね。他にもまだまだあるみたいだぞ。できることが増えて、またお世話になりっぱなしになりそうだね。でも、プロデューサーの期待に応えるために俺たちも精一杯頑張るからな。これからも俺たちのプロデュースよろしく。